はい、どうもゆうたです。今日はですね、なんと、とんでもない方がね、怖い話でおなじみ島田秀平さん、僕の憧れの人なんですけど。本当ですかそれ。本当にもう今日会いたくて、その笑顔が一切信用できないんですよ。本当に本当にありがとうございます。本当ですか。はい、で島田さんのね、はい、今日チャンネルにね、なんと出させていただきまして、ありがとうございます。そのせいでセットもなんかすごい豪華な感じになってますけど、そのせいでっておかしいでしょ、ちょっと階段巡りって言ってね、はい、まさかそこで心霊系の話と人怖系の話、はい、2本話していただいちゃって、はい、ありがとうございました。そうですね、だからちょっと背景がちょっと怖めになってるんですよねはい、よろしくお願いします。お願いいたします。でね、なんと島田さんはその怖い話だけでなく手相を見ることもなんとプロという。いやー、まあ、確かに有吉さんからですね、はい、お前は人の手のシワを見る変態だって言われてますんで、はい、変態、天才ではないですね、はい、変態ですね。シワばっか見てますから普通にこう生活しててもね、人の手見ちゃうっていう、はい、あー、なるほど。だから釣り革持ってるサラリーマンの方の手見て、はいはい、あー疲れてるんだなとか、あー結婚生活うまくいってないのかなとか勝手にこうなんか見て、あ、そういう生活感まで伺いちゃうんですか、手相から。まあたかがシワなんですけど一応占いで分かることはありますよね。やばすぎる、はい、でも変態ってことはあれですか、女性の手を触る口実みたいな感じってことですか。これがね本当にね言いたいんですけども、いやそれ絶対言われてますよね。マジで言われるんですよもう番組終わった後とかに、はい、結構女優さんとか、はい、アイドルの方が、はい、島さん終わった後、はい、ちょっと楽屋来てもらえませんかとかってあるんですよ、はいはい、で行ったらそこでマネージャーさんとか、はい、メイクさんとかこう出てってなんて相談だから、はい、で気づいたらこう鍵閉めて二人っきりみたいな。そんなことあるんですか。で終わったら島田さん連絡先いいですかとかって結構あるんで、お前なんか手とか触ってお前ずりーなーとか言われるんですけど、はい、僕はもう一切手を触らないっていう。あ、そうなんですか。そう思われちゃうからただただこうしっかり。でも2人でいたらそんな誰も証明できない。いい加減しなさいよ本当に。僕もだんだんなんかちょっとムカついてきたんですけどなんかあるけど何にもできないからこそストレスはたまるんですけど、はい、でもまあ手相は手相であくまでもしっかりさせていただくっていう。ストレスはたまってじゃあ下心あるってことありますよストレスが溜まってるっていうのがもうめちゃめちゃあるよそんなすいません今日はちょっとそんな、はい、なんかねエッチな部分出せないと思いますけどちょっと男の手で申し訳ないですけど、いやでもやっぱりゆうたさんの、ねはい、手相ですから、はい、どんな手相かめちゃくちゃ興味ありますね。マジですか、はい、でもね僕の手相なんだろうあんまちゃんと見てもらったことはないですけど、なんかいい手相らしいんで。じゃあ手相初体験ですか。じゃあそのゆうたにとって島田秀平は初めての男、はい、初めての手、まあそう、まあ、なんかこれが変態かやだなんかじゃあ早速見てもらっていいですか。いいですか、はい、じゃあちょっと僕の方にパーンと見せていただいていいですか。そうですね、はい、アクリル板越しですね、はい、じゃあこんな感じで。そんなマジマジですか。そんなこれえすごいですね。本当ですか。パッと見ですけど、はい、手相ってね、はい、普通こう感情線頭脳線生命線ってありますよね、はいはい、ただこれゆうたさん感情線と頭脳線がつながるっていう、はいはいはい、横一直線のやつ、これマスカケ線っていう線。名前は聞いたことあります。でこれ片手だけだと100人に1人って言うんですよ、はい、両手にあると1000人に1人っていう。僕1000人に1人なんです。両手マスカケ線ですよ。両手ですね。これどんな線かっていうと、はい、徳川家康にあったと言われている、はいはい、天下取りの層。天下取り、俺天下取ったわお父さんお母さんこれちなみに芸能界でもダウンタウン浜田さんとか所ジョージさんとか明石家さんまさんとかフィギュアのね羽生結弦さんとかサッカーの本田選手とかと同じ手相してます。ケイスケ本田もこれなんやマジか羽生本田ゆゆうた、はい、これ多分僕こういう手相になったのって俺箸の持ち方をこうやって持ってたんですよねずっと子供の頃からこれでなんかこんな感じになっちゃったんじゃないかっていう説もあるんですよ。確かにね手の動かし方の癖がね線になったりもしますけども、ただやっぱりこのねマスカケ線のことはこうですよ、はい、だグッてこう掴む力が強いってことなんですよね。あ、なるほど。で一説によると、はい、赤ちゃんでお腹の中にねいる時にそうこうやってるんだけども、はい、こうやってたからこのこういう横一直線の線ができたんじゃないかって説もあるんですね。サムズアップしてたんだこう。こうやってただやはりより掴む力が強いってことで、マスカケ線の人っていうのは自分がこうだと思ったらそれを掴む力が強い。ただ夢を掴む夢をで一つ盲信こうと決めたら突き進めるっていう。ただすごくいい部分もあるんですけど、はい、ちょっとこう頑固で、はい、人からああだこうだ言われたくないとか、はいはい、方向が合ってるといいんだけど、はい、間違った方向行っちゃうと心配という、はいはい、波乱万丈の層でもあるんですね。でもそれあるかもしれないですね。僕本当に人と歩幅合わせるの本当に嫌っすもん。なんかあ、そうなんですか。群れて行動できないんですよね。群れて行動できないんですよね。ああ。なんか絶対僕どっか外れていっちゃうんですよ。なんかやっぱりだからそういう、はい、
マスカケ線の人っていうのは、はい、組織にいるよりも自分がトップになった方が、はい、自分の好きにできるんで力が発揮されやすいという話もあるみたいですね、はい、確かに職場で僕はあの本当にこき使われてたんですけど、それが終わって YouTuber になった瞬間になんかいい感じになりましたからね。やっぱそういうやっぱ表してるのかもしれない、本当に表してるのか、いい手相ではあるんですが、はい、やっぱり頑固で変人が多いと言われてます。変人なるほど。で意外と思ったのが、はい、手のシワ線多いんですよね。あ多いですかこれ、うん、他なんかあります。あの線が多いってことは、はい、心のアンテナの数に比例するって言われてるので、はい、感受性が豊か、いろんな部分に目が届くっていう、はこうかわいそうな人とかっていうところにも目が届くんで助けてあげられるとか、へ意外と優しいいいやつって手相出てるんですよ。僕いいやつ、いやそれもうそんな初めて言われた俺いいやつなんで。でしかもあのムードメーカー線、周りを明るくする天才っていう線もあるし、マジですか。あとね実はボランティア線って言って、自分を後回しにしてもみんなのために頑張れるって、そういう人格者って線もあるんですよ。学生時代いじめられてましたよでももしかしたらそういう思い出があるから、そういう困った人の気持ちも分かるし、あなるほど、そういう部分に気づけるし、弱い側の気持ちに立てるのか、そうそう、はいはいはい、で今後はそういった経験も生かして今の立場もあるんで、はい、るみんなを救っていったり、世の中を明るくしていくっていう、そういう使命があるんじゃないですかね。ありがとうございます。ちょ生年月日も、はい、さっき聞きましたよね。はい、7月の2日です。はい、1988年 の, であの運命数を見たらですね、運命数が8番っていう人だったんですね。なんすかそれ8番って。8番っていうのは、はい、まあ、頑固だったりもするんだけど、はい、とにかく熱いまっすぐな人は。そして金運と芸術の才能に恵まれるっていう数字なんですよ。金と芸術全てを得てしまったじゃないですか。やったまさしく今のなんかこう、はい、チャンネルでやったことですよね。まさにそういうことなのか。で8番っていうのはさらにですね、さっき頑固とも言いましたけど、はいはい、やっぱり信念があって、はい、自分はこういうふうにしたいっていうぶれない強さ、はい、あと正義感があったりする。でさらには、自分が信頼されたりするとすごく尽くしてあげるっていう、はいはい、極端っていう星もあるんですよ。極端、好きなことしかできませんとか。なるほど。あと人に対しても好きと嫌いが結構分かれやすい。めっちゃあります僕。はいはい、僕本当にちょっと嫌だなってやったらもうめちゃめちゃ距離置いちゃうんですよ。あんま人の話もあんま聞かないし、うん、それが結構マイナスにもなってることもあるのかなという、まあ、だからこそブレずに我が道を行けるんですけど、はいはい、ちょっとこう聞く耳持った方がいいかもしれない。あなるほどです。で自分にとっての正義感とか価値観にそぐわないことをされたら閉じちゃうんですよ、はい、だから一見笑顔ですごくコミュニケーションも上手なんで、はい、周りからすると、はい、あ、俺仲いいと思ってても実は一方通行で、はい、リュウタさんが心を開いてないってパターンもあるっていう、はい、開いてないぞ全然全然開いてないぞ。いや視聴者の皆さんには開きなさいよ皆さんあってなんですから。でも結構視聴者からも友達目線で話しかけてくれることが多くて、はい、それで結構コメントで結構喧嘩とかもしちゃうんですよ。煽り体制がないんですよ。もう なんだとこの野郎みたいななんか違うと思った時に、はい、グレーにできないというか、そう白黒はっきりさせたいっていうのが8番の性格でもあるんですね。そうですね、なんか嘘ついてもすぐバレちゃうんですよ。だから、はい、ただ違うなと思った時に、はい、まあまあいいかじゃなくって、はい、やっぱりえこれ違うよね、えこうだよねって言って、やっぱりこうねとことんまで話し合って決着つけさせたい、はい、でその時にやっぱりこうねしっかりした持論があるからこそ、はい、こういう風にした方がいいんじゃないじゃなくって、こうだよね、こういう場合ってこうなってるよねって言っても正論だけをこう言ってしまうので、意外と相手が逃げ道がなくなってしまうって部分があるかもしれないですね、はい、相手を思って言うんだけどちょっと言い方が強すぎちゃうので それで逆にマイナスになってしまうことはかなりあるかもしれない、うん、まあまあまあ悪い人じゃないんだけどちょっと不器用かなって部分があるかもしれないですね。でちなみにあのラッキーカラーっていうのがあって、カラー、はい、はい、この色を着たりすると守られますよとかっていう色なんですけど、それはもう日ごとじゃなくてもう決まってるんですか。あこれはもうねゆうたさん一緒です。へえ、はい、何がですか。何だと思います。ちなみに好きな色あります。好きな色僕でも黒っすね。あ正解言ってもいいですか、はい、オレンジです。オレンジ、はい、明日からじゃあもうオレンジ一色でまあでもあのどっか、はい、例えばあのスマホケースとかでもいいし、はい、スケジュール帳でもいいんですけども、なんかどっかにその色を入れるとちょっといいかもしれないですね。オレンジなんすね、はい、僕家に見事にオレンジなんもないっすちょっと書いてみますか、なんかオレンジのもの。えあでもそれこそなんかほらあのブランドでなんかオレンジがなんかすごいなんかブランドありません、はい、エルメス違いますっけ。オレンジ僕ブランド何もわからないんですよ。いや僕もわかんないから全然わからない話が広がらないブランドわかんないもん同士で無理してブランドの話を取って全然話盛り上がらないっていう超達成ですね。あと僕一個気になるのが何でしょうか。僕の寿命って分かったりするんですかこれ。これね、はい、まあ分かるそうなんですけど、はい、でもやっぱりこう僕の考えでは、はい、そうってやっぱ変わっていくので、ああ
はい、だからまあ何歳とかっていうのは寿命はちょっと僕はいつもそこから逃げてますね。逃げてます、確かに。でもなんか言ってもね、なんかやっぱ手相って結局楽しくないと意味がないと思ってるので、確かに嫌なことあんまり言いたくないなって。確かにそれでだって俺これで逆にあさってぐらい死にますよって言われたら俺どういう気持ちでもうこれあさってを迎えていいか分かんないから絶対死なないしね。確かに、ね、そうなんですよ。なるほどです。あと何ですかね他に、はい、あいいですね、あの、はい、変態のねやっぱアブノーマル線入ってますし。アブノーマル、はい、これは他にはない斬新な発想の持ち主とか、はい、他がやらないことをやるっていうのはねやっぱりこう才能でもあるんですよね。あ、変わり者、みんながやりたくないこのことに需要があると思ってるんで。ごめんなさい、はい、あの生命線って線あるんですけど、はい、先がね二股に分かれてるんですよ。えでこれ旅行線って言って、これある人っていうのは実家から離れた場所で仕事や生活をしても成功しますよって線なんですけど、はい、めちゃくちゃ長いですね。これ長さは距離を表すんです、はい、ことはつまり海外、え海外ちょっと行きましょうよ。海外でも活躍するぐらいの才能ありますんで。僕海外なんですか、家から出るって日本から出るってことなんですか。いや多分 YouTube でも、はいそのね、今やったことってやっぱり、はい、音楽、まあ、世界共通なわけですから、はい、ちょっとこう海外に目を向けたようなちょっとこういった企画を発信してみるとか。海外ですか。ええ、わかりました。ちょっと英語勉強してきます。絶対やらないでしょ。今まで本当ピアノだけの人生だったからな。何かでもピアノもそうなんだけども、はい、曲なんかも、こう海外に向けてとかっていうのもあるかもしれないし。なるほど、ピコ太郎みたいになるのかな。あすごいじゃないですか。いやでもちなみにあの、はい、ピコ太郎さん、はい、小坂さんと同じ運命数ソウルナンバーです。あそうなんですか、はい、海外か。でも海外のトレンドとか分かんねえな。ちょっとやれよちょっと勉強して。皆さん、はい、あの僕がもう英語ばっかりになっても皆さん僕を見続けていただくようによろしくお願いします。お願いいたします。ありがとうございます。あとあの次回からさあれですよね、はいはい、急に全身オレンジだったら、はい、超面白いですよね。俺次の動画から全部オレンジって言ったら孫悟空みたいな格好して。あ本当だ、カメって書いたらカメ川柳道着みたいな感じでいきますからね。よろしくお願いします。お願いいたします。はい、じゃこんな感じでね手相見てもらいましたが本当にありがとうございます。なんかありがとうございます。僕の今後のなんかやり方みたいなのが僕結構ちょっと今路頭に迷ってる一面もあって。あそうですか、はい、今までは数字取れてたものがだんだん下がってきたとか新しい何かが欲しいなってちょうど思ってた頃ぐらいタイミングだったんですよ。なんで本当に今日は島田さんにそういう人生の相談をさせていただいたということで本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あのエルメスですよね、オレンジ。あエルメスか。おエルメス一生出てこなかった。確かに。あれぜひエルメス。はい、ありがとうございます。じゃあ行きますか。僕7月2日なんで誕生日。うわー。